ドモニクローン・ブラウンは、アメリカ合衆国フロリダ州、パスコ郡、ゼファーヒルズ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。フロリダ州で生まれ、後に、ジョージア州はトランタへ移る。高校時代は、野球以外にアメリカンフットボールの、ワイドレシーバーとしても活躍。高校卒業後は、マイアミ大学へ進学して、フットボールに専念する予定だったが、2006年の、 MLB ドラフト20巡目でフィラデルフィアフィリーズから指名を受ける。20万ドルの契約金を提示されたブラウンはフィリーズへの入団を決意した。2009年には主に A 級クリアウォータースレッシャーズと AA 級レディングフィリーズで打率。299、14本類打23等類、オプス880を記録し、マイナー全体でも 屈指の有望株とみなされるようになる。同年オフには、ロイ・ハラデーのトレード交渉において、トロント・ブルージェイズ側がブラウンを交換要因に含めることを要求したが、フィリーズのルーベン・アマロ・ジュニア GM は、ブラウンの放出を断固拒否した。代わりにマイケル・テイラーを差し出すことでトレードは成立した。2010年2010年は、オールスター・フューチャーズ・ゲームに、米国選抜として出場。 7月28日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビューを果たした。メジャーでは出場機会に恵まれず35試合70打席で打率 210?2 本塁打だったがマイナーでは A 級レディングとトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスで打率32720本塁打17盗塁オプス980と活躍。オフには ベースボールアメリカ市の有望株ランキングでは、ブライス・ハーパー、マイク・トラウト、ヘッス・モンテロに次ぐ全体4位の評価を受けた。この年限りで、フィリーズの西武抑止だったジェイソン・ワースが FA でワシントン・ナショナルズに移籍したが、フィリーズはブラウンの対等を見込んで、ワースに対して積極的な引き止めを行わなかった。2011年はスプリングトレーニング中に、 右手の有効骨を骨折し、開幕を故障者リストで迎えた。マイナーでのリハビリを経て、5月20日にメジャーへ昇格。その後は右翼のレギュラーとして起用されたが、復帰を急ぎすぎた影響もあって、期待されたような成績は残せなかった。7月29日にトレードでハンター・ペンスが加入すると、ブラウンはトリプル A 級リーファイバレーへ降格し、左翼手へコンバートされた。 慣れない左翼守備への戸惑いが打撃にも悪影響を及ぼし、降格後はトリプル A 級リーハイバレーで92打数20、アンダの打率227、1本塁打と不審を極めた。自信を失っていたブラウンに対してチャーリー・マニエル監督は彼が我々の期待する通りの選手なら挫折も成長の一環だとして将来の精細抑止として改めて期待を寄せた。 この年は56試合に出場して5本類が3盗塁を記録するなどメジャーでの経験は積んだ。2012年7月にペンスがトレード放出された影響によりスタメンに名を連ねる機会が増えた。2年連続で56試合に出場したが打率は前年から010低下した。またメジャー3年目にして初めて盗塁例に終わった。2013年は シーズン開幕前の試合も含めて、好調を維持。5月には1ヶ月で12本塁打放って、月間 MVP に輝くと、前半戦で23本のホームランを放ち、オールスターのメンバーにも選出された。本塁打を獲得する可能性もあったが、後半戦は相次ぐ故障によって4本塁打に止まった。139試合に出場して、自身初の規定打席到達、打率、 272.27 27本塁が83打点を記録した。2014年も引き続き最悪種のレギュラーの座をキープし、2年連続で規定打席に到達したが、打撃成績は低下した。2015年10月19日に40人枠から外れる形でトリプル A 級リーハイバレーへ配属された後、翌20日に FA となった。二千十六年二月十五日に、 トロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。シーズンでは、参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズでプレイし、126試合に出場して打率。239.7本塁が、41打点、5盗塁の成績を残した。オフの11月7日に、FA となった。2017年1月31日に、コロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。 7月19日に解雇となる。2018年はメキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズと契約するが4月29日に解雇となる。7月3日にドセラレドス・オールズと契約した。ありがとうございます。